っぱり自分が言うのも親バカでしょうがないあれですけど、デザイナーとイラストレーター目指していて、あの結構ね才能がある素晴らしいなのでね、やっぱりいつか一緒に僕がまだ若い感覚持っているうちに仕事をしたいなと思ってます。であとは野口氏と同じようなことをしたい人が地方、あのさっきも福岡とかいろいろ言ってますけど、あのそういうところに出向いて伴走しながらっていうのを、いつか仕事にしたいなというふうな、小さい野望を持っております。はい、ちょっと早口になりましたけども、以上僕のお話でした。ありがとうございました。ありがとうございました。60歳だったんですね。60歳ですね。あの、大体この辺見ると分かると思うんですけど、締めっぽい話じゃないですか。いや、なんかその60歳にしてこれだけおしゃれでキラキラされてる方ってそうそういないだと思うんですけど、高くね、すごく、いや、もちろん皆さんそうなんですけど、なんかその山本さんがこんだけこう生き生きされてて、いろんな活動されてる、なんかそのなんか生き方というかあり方みたいな、なんかありますか。どうなんでしょうね。やっぱり寂しがり屋というかね、あ、そうですね、応援ですね、ありがとうございます。あの、一人じゃやっぱりウサギって一人で死んじゃうってなんかありましたっけ。あの、やっぱりあの寂しがり屋なので、めっちゃわかります。一人でも多くの人と一緒に何か本当にご飯とか夫婦二人で食べるとね、やんなっちゃう、今から誰か言わないかとか、あと何言ってんのよ、夫婦いるだけいいじゃないですか。まあね、基本的にはやっぱりそういう寂しがり屋という人が、そう、寂しがり屋があるからこそみんなで何かやりたいなっていう、そうですね、もう一人でも多くの方と一緒に何かをやりたいな。いや、いいですね、ぜひ玉手の皆さんとも、ね、たくさん楽しいことやっていきましょう。はい、ありがとうございました。